クール部代表溝です。今回のアレンジはこちらです。ピンなしでできる低めのお団子アレンジです。ピンなしでできますので、初心者の方でもかなりチャレンジしやすいヘアアレンジになってますので、ぜひ最後まで見て頑張ってみてください。それでは解説していきます。はい。ではまず低めに一つにまとめるんですけど、遅れ毛を残して、だいたいここに分け目がパカッと分かれているので、その分け目を隠すように、分け目の少し上からこういうような感じでブラッシングします。これでブラッシングしても治らない場合は癖がついてしまっているので、一度濡らしてドライヤーで乾かして、その後にもう一度このような感じでブラッシングしてください。で、このブラッシングの時のこの毛流れはこうですね。これがこうなっているとあまり可愛くなくて顔も大きく見えますので、こういう感じで頭の丸みに沿って、こんな感じですね。これ結構重要ですので、こうですね。このベースができているとこのアレンジも可愛くなりますので、まずこのベースをしっかりして、ここでゴム止めします。それではゴム止めしていきます。これはきつくゴム止めするのがおすすめですので、二重にしてください。で、もうこれでゴムが止まらないっていうところまでして、ここでこの毛先を抜き切らずにお団子を作ります。このような感じですね。で、これ後からほぐしますので、少し小さめにこのような感じでお団子を作っておいてください。これで表面の髪をルーズにほぐします。で、ほぐし方なんですけど、この後頭部のところですね、ここは一番高さを出していいので、ある程度引き出して、で、次に隣をほぐすんではなくて、間隔を空けてほぐすところとほぐさないところを作ります。こうすることで立体的になって小顔効果もあります。シルエットが綺麗になります。で、最初にブラッシングしてきたこの丸みですね、これに沿ってほぐすのもポイントです。で、耳は少しかぶる感じがおしゃれになります。こういう感じですね。これで少しこの間ですね、間も少しほぐしてもいいんですけど、一番最初にほぐしたところよりもほぐさないのが可愛くなるポイントです。これで逆側も同じことをしていきます。それではこの毛先をまとめていきます。まず下からねじって上に向かって交差させます。で、交差させてこの毛先ですね、この毛先をこの裏でくるりんぱします。結構短い方も多いと思うので、ちょっと頑張ってくるりんぱしてみてください。もしすごい長い場合で髪が余ってしまう場合は、この交差するのを 2,3 回転してから同じ工程をしてください。これでゴムで留めてくるりんぱをします。で、普通にゴム止めしてもいいんですけど、くるりんぱすることによってこの根元にスッと馴染みますので邪魔になりません。こんな感じですね。これでこのお団子とこのねじれのところをほぐしていきます。このお団子を引っ張っていきます。で、この時にこれも間隔を空けながらほぐすところとほぐさないところですね。で、いろんな方向からほぐすのもポイントです。こういう感じですね。上にほぐしたり下にほぐしたり横にほぐしたりして立体的に見せます。これである程度ほぐれたら、このねじれのところですね、これも一緒ですね。ほぐしは全部一緒です。メリハリがつかないと可愛くありませんので、ほぐすところとほぐさないところを作りながら立体的なシルエットを目指してほぐしていきます。で、遅れ毛を巻いていきます。ラフ感のあるヘアアレンジですので、遅れ毛をあまり強く巻きすぎないようにしてください。このような感じで何箇所かに分けて巻いた後すぐほぐします。で、鏡で確認して、もう少し欲しかったら巻くっていう感じにすると巻きすぎになりませんので、試してみてください。はい、完成しました。このアレンジは普段着でも使えるヘアアレンジですので、あまりヘアアクセも必要ないんですけど、つけるとしたらこの斜め下ぐらいですね、落ち着いたカジュアルなヘアアレンジですね。ここら辺とかこれぐらいですね、これぐらいにヘアアクセつけるときはつけてみてください。以上になります。今回ご要望の多かったピンなしのアップアレンジ、低めお団子アレンジを解説しました。低めの位置のお団子ですので、大人女性の方にもぴったしですので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。